ももしもーしやっと出たねえ私の留守電聞いてた家でおとなしく待っててって言ったよね。何時間もかけて君の家に行ったのになんで警察が君の家の前にいるのこの電話も逆探知してるしさ。 言っておくけど無駄だよ私は君に電話している携帯に電話しているから逆探知しても経由している電話の場所しかわからないよ。ねえいつになったら私たちの運命に逆らわなくなるのなんで君はいつもいつも私に抵抗ばかりするの逃げても隠れても。 私は君がどこにいるかなんてすぐにわかるんだよ運命がそう運命の赤い糸が教えてくれるのだから今君が何してるかもわかる当ててあげようか今君の周りには4人の警察がいて この電話をスピーカーにして全員で聞いてる <laughs> 何人かは逆探知が通じないって分かったときすごく慌ててたねうんみんなで部屋の中見渡しちゃってカメラでも探してるのかな <laughs> いいよいいよ その真剣な顔で焦ってる君の顔をもっと見せてあちょっと隣の警察私の彼に上着かぶせて隠さないでよこれじゃあ表情が見れないじゃないでも今から話すことにどんな顔するのかなって妄想が膨らむからありかなー 話っていうのはね君の周りにいる警察の中に私のスパイがいるんだよだからその気になればいつでも君を誘拐できるんだどうしようかないつ連れてこいって命令しようかな今日かもしれない明日かもしれない 明後日かもしれないそんな毎日に不安で寝れなくて人間不死になっていく君をギュッて抱きしめる再会もロマンがあるかもその後はもうわかるよね君のことは好きだけどもう信用はしない。 わかるよ。運命なんてそんな歯の浮くような言葉に困惑して受け入れたくないんだよねでも君の心はもう逆らえないんだって分かってるだから次は君の体にそれを教えてあげる本能的に理解するまでねこれからはもう二度と話さない